おはようございます。増田絵里奈です。久本和明です。そしてゲストは先週に引き続き株式会社カラーウィッチ代表取締役のファッションアドバイザー野村奈緒さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。野村さんはファッションアドバイザーとして、そしてファッション系 YouTuber としても活動されているとのことでしたが、今週は野村さんが YouTube チャンネルイロラボで紹介している動画についてさらに深掘りしていきたいと思います。早速イロラボで反響のあった動画からお話を伺っていきたいんですが、少ない服でおしゃれに着回す5つのルールとしてご紹介の動画なんですけれども、こちらでどんな着回しテクニックを紹介しているか教えてください。はい、どうまあ、この、ね、少ない服で暮らしたいっていうのが結構皆さんが、ね、望んでいることなんですけれど、この動画もね、美香さんの動画なんですけれど、はい、私はね結構少ない服で暮らせない人なんですねでこの動画見た時に負けくることをやってるので、だからこれをやっちゃうとみんな服が増えちゃうんだなって思ったのがあれですね、同じ形の色違いは何枚も持たないっていうのと、 あと色物衝動買いしないっていうところですね。やっぱりサイズアウトで色違い買っちゃうんですよね。あとなんかもうやっぱり色大好きなので、なんかもっと自分の好きな服、色の服に出会った時にこれ買わないとね、もう二度と出会えないとか思ってしまって買ってしまうので、それをしちゃうと服は増えていくっていうところでやっちゃいけないことですね。あと、コーデを考える際にこう服と小物を一緒に考えるとか、あと苦手な色、形、素材が重なったものに手を出さないっていうのは、これはもう新体に来たお客様にもすごく伝えていることで、100点のものをね探してるともう見つからないんですよ。だからで100点のものが決して素敵とも限らないので、100点じゃなくてもいいんだけれど、色形と素材の苦手を2つ重ねないで、70点目指しましょうっていうところで、なんか2つあってるとね70点じゃないですか。で、あともうトータルのコーディネートで70点ならいいよねっていうところで、なんかもう好きだからね30点ぐらいのこうブラウスを選んじゃったらちょっとこうボトムは70点ぐらいにして、こう100点の小物とかを持てばなんとなくこう70点以上になるので素敵に見えますよっていうところで、だからもうトータルで70点目指しましょうっていう、足し算でいいんですね。ファッションそうですね、やっぱり好きってプラス20点30点ぐらいになるんですよ。でも0点のものをね好きだから着てたらやっぱり30点にしかならないんですね。だからなんとなく50点のもので好きなものを選べば、もう全然こう80点90点の高得点になっていくの で好きっていうとやっぱり気持ちも良くなるし自信持って着れるから、好きなものを素敵に着るっていうところをお伝えしています。逆に100点100点100点のものを合わせたからってすごくいいってことになるとは限らないんですかね。100点100点100点で素敵なんですけれど、トップスとボトムの合わせが100点じゃないことってあるんですよ。100点のものだけ買って100点のものだけ買って、上と下合わないけど100点と100点だからいいやみたいな、そうすると全然おしゃれに見えなかったりするんですね。だから診断を受ける前って皆さんこう気に入ったこうブラウスがあったら、このブラウスに合うボトムってどういうボトムだろうって言ってコーディネートってしてるのが普通じゃないですか。でもなんかね、診断を受けると似合うもの買って似合うもの買って、もうイエブニーは似合うものだけなんだけれど、どれも合わないみたいな見合わせが難しいですね。だからこう診断受けたことによっておかしくなっちゃう人って結構いるんですよ。だからですね、そういう風にならないように組み合わせ方のコツがどちらか大事になる、ね、そうですね。で、自然に今まではやれてたことが診断受けるとできなくなっちゃったりするんですよ。100点のもの100点のものって探して見つからなくって、やっと見つけたものみたいな感じなので、やっと見つかったらそれに何が合うかって考えて次に合わせるものを買えばいいんだけれど、でそれが別にね100点のものじゃなくても、ちょっとベーシックカラーでやりたいイメージに探せばいいんだけれど、そこがねなかなかそうならないので。さあ、そして続いてなんですけれども、大人のためのパーソナルカラー、濁りって何という、はい、濁りって思ったんですけど、濁りこれはどういうことなんでしょうか。これもパーソナルカラーをきちんと理解していただきたいっていうので、実は3本立ての動画になっていて、はい、でパーソナルカラーってね結構診断受けてこの色似合いますよって言ってこう色見本渡されて帰るっていうことが多いんですけれど、
実際はそこに載ってる色だけしか似合わないっていうわけではなくて、もう何億色ってある色の中から選んでいってほしいっていうの で色もね分解して考えます。だからあの明るい色が得意なのか暗い色が得意なのかとか、まあ、鮮やかな色がこうすごい得意な人と苦手な人っていうのと、まあ、明度と彩度っていう言葉使いますけれど、で、まあ、よく言うイエベブルベですね、ベースの色がどっちがいいのかなっていうのと、あとあの、まあ、濁りっていう言葉ってあんまりこうよくは聞こえないんですけれど、色彩学でね結構こう濁った色って書いてグレーが混ざった色、濁色っていうので、まあ、こうみんなが濁りのある色、濁りのある色って使っちゃうんですけれど、要するにグレッシュな色ですね。でグレッシュな色すごい素敵じゃないですか。であのエレガントに見えたりとか素敵に見えるんだけど、やっぱ肌の色のと調和してるとあの肌もこう綺麗に白っぽく見えて、服もエレガントな素敵な印象になるんだけれど、それがやっぱこう一緒に顔色もくらめてしまう人とか、あとパキッとした人があの色が似合う人ってなんかぼやーっとあの見えてしまうっていうので、こう濁りが得意なのか苦手なのかっていうのもすごい重要な要素になってきます。なんか絶対おしゃれに見えるアイテムと思っててもその着る人次第ではあるっていうことなんですね。そうですね、濁りっていうのは。ただ、まあ、色ってやっぱりこう流行によってね、うん、あの素敵に見えるんですよ、流行の色って。であの流行の色着てるとやっぱり素敵には見えるの で、ね、今やっぱりちょっとくすみカラーとかグレッシュな色っていうのが、まあ、流行なので、そうすると、まあ、あの顔色は残念ながら似合う、うん、あの苦手な人は悪くなっちゃうんだけれど、やっぱり服が素敵に見せるには全然いいかなって思います。あとボトムで入れるみたいなこともありなんですか。はい、そうですね、うん、あのもう とにかく組み合わせ、あのだから流行のものをどう取り入れるかっていうのが、うん、似合うものが分かってる取り入れ方が違いますね、うん、そうですね、ありがとうございます。そしてあのあとやっぱり体型で悩んでる方っていうのはたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、はいはい、あの大人ワンピの着こなし方でこの体型別でご紹介されたりもしていると思うんですけれども、はいはい、そのあたりとかっていうのはいかがですか。あのやっぱりワンピース着たいっていう人が多いですね、うん、でワンピースあのやっぱり体がどうしてもこうあの、まあ、下半身太りの人向けにの動画だったんですけれど、どうしても上のサイズはね7号なんだけど下が9号とかね、うん、そういう人ってあのトップスとボトムが分かれていればそういう買い方をすればいいんだけれど、ワンピースだとそうです、ね、どうしても7号着たんだとお尻が全然入んなくって、でだからそこはねもうあの隠せるようなフレアのスカートとか選んであげればいいですよっていう紹介の仕方で、でもちょっと大人っぽくアイラインのものを着たいとか言うとやっぱりこう入らないので上がブカブカになってきてしまうからそこを隠すとか、あともう本当サイズがきちんとあったりしてあのすごくこうぴったりとしたものを着ると雪だるま状態になってしまって余計下半身が目立ってしまうので、うん、そしたらもうせっかくね華奢なあの上半身でもちょっとこうカーディガン羽織ったりとか、うん、あのまあ、今だったらねボリューム袖とかで、うん、あの上を大きく見せることによって小さく見せられますよみたいなのを紹介しています。あと、まあ、この動画では本当にゴム駆使してっていうところで、うん、あの低身長さんもね、うん、結構あのこうどうしたらいいですかみたいなあののを紹介してくださいみたいなのが来たの で低身長さんもやっぱりサイズすごく悩まれているんですよね。であのやっぱり素敵な服もう5号まで作ってないとか、まあ、そこで紹介してるのはもう買った時にはとにかくこうお直しできるかどうか聞いてみて、あのスカート丈だけでもねあの買ったところだと結構すぐあの安い価格でやってくださったりするので、持って帰ってから他持ってくよりはそこで聞いてみちゃってくださいとか、でそこでやっぱこ もうスカート丈を上げるのにゴムの技っていうのを紹介しています。そうやっぱテクニックをこうやって教えてもらえるのめちゃくちゃ絶妙な、ね、判断をそうですね、まあ、いただけるっていうの 大事ですね。そういう骨格タイプであの私のタイプっていうのはやっぱ下半身にこうボリュームがあるので、視線を 上に上げるようなコーディネートをしていくといいんですね。でやっぱトップスの着丈とかすごい短くしたいので、その長いものをどうすれば短くできるかっていうので結構常にだ最新の動画ももうダウンを短くするっていうのを出したんですけれど、結構アクセスいいです。あの
なんかこうパーソナルスタイリングってあんまりまだこう、まあ、そこそこ広がってるけどまだこうメジャーじゃないなっていう感じがあるんですけど、うん、その辺ってどう思いますか。そうですね、まあまあ、あのこういう環境にいると周りに知ってる人っていうのがたくさんいて、あの同じ仕事をしてる人っていうのもたくさんいるんですけれど、でもやっぱりもう本当ママ友とかね、そういう感じだと初めて聞いたとかいう人もあのまだまだいますね。なんかちょっと前までは本当にファッションに対して意識が高い人がやるものだっていうイメージがあったんですけど、今は逆にこうどうしたらいいか分かんないって悩んでる人たちが選ぶツールになってきてるのかなっていうのが、あの、うん、本当にそう思います。それが普通になっ、そっか、それがやっぱ普通になった方がいいのかなと思って、なんかやっぱりこう可愛いからっていう感じでこう買うのはいいんですけど、うん、結局瞑想させてるなっていう、そうですよね。そればっかりだと、はい、だからあのまあ、センスのいい人って別に急にセンスがよく生まれてきたわけではなくて、やっぱり服が好きだからいろんな失敗を繰り返してるうちにあの素敵になるわけじゃないですか。でやっぱりこうおしゃれがなかなかできない人って失敗が怖くて無難な服しか着ないっていう感じなので、だからそこを失敗しないでも良くなるっていうのはやっぱり自分の似合うものがねしっかり分かっていると、まあ、失敗しないでこの料理教室で言えば基礎コースみたいなところを、うん、あのきちんと分かって、うん、でその上の、ね、味付けは全然好みでいいんですよ。だけど、うん、ここ知ってると全然違いますね。